はい、半間雄先生です。まあね、昭和天皇の、テレビをちょっと見てまして、交代ですね、4月までということで、で、だいぶ85歳ですかね、頑張っていらっしゃって、でテレパシーでちょっと話してました昭和天皇とね、直接ちょっと打ち合わせをしてました。本家の本物貴族の半間雄先生です。投資の仕事も一緒にやってまして、はい、準備ですね、月曜日からの仕事の、いいデータが出ました、CHF-JPI 65.7% 実質勝率、実際はね 92.3% ですね、稼げる勝率、稼げる、実際に稼げる勝率が 65.7% です。ちょっと CHF-JPI が増えました。一番いいのは GBP-JPI ですね。あとユーロ GBP。この3銘柄で月曜日から投資すると思います。で、シグナルが出て再利セットは外しました。だから、成績が良ければこのシグナルでずっと続行します。ね。そういう投資の方が分析する時間がね、短いんで、どうかなということで。1000円ずつですね、そういう関係で。新しくまたちょっと試みるんでね。あと、天皇との大事な話で、ごめんなさいね、天皇ね。平成天皇ね。で、私ね、テレパシーではよく昭和天皇はあんまり喋ってくれなかったな。昭和天皇自体はね。昭和天皇の奥さん、ね、亡くなっちゃったけど、ほとんど亡くなっちゃったけど、よく心配してくれたね、私が貴族でね、東京に住んでた時によく心配してくれましたよ、ね。で、いろいろ大変だったんで、心配して死んじゃったけどね、ね、昭和天皇はね、頑張り屋さんでね、あんまり私の意見は聞かなかったんですよ。私貴族だったんだけど、テレパシーで言って話したけど、あんまり聞かなかったです。で、頑張りやったら頑張るんで、ね、やるんで、非常に、ね、昔の人では非常にやっぱり怪しくてしっかりしてる動き方でしたね、その時代でね。昭和天皇ね、平成天皇になってから学習院とか友達が行ってたんで、学習院に行ってたんでね、で私も貴族だから学習院に行くかなんていうようなこともあったんだけど、自分は自分の本家だから自分で用意しなさい、用意しなさいって言われましたね。上の生物からね、人間たちじゃないんですけど、私の仲間が。で、人間に伝えて、人間に話させてましたけど、そんな感じでしたけどね。今、平成天皇、とテレパシーで話してました。だいぶ皮膚の色が老人っぽくなっちゃったら大変だなっていうね。別なんか全然10代と変わんないですから。左はまた分析が一つ終わったですね。 GDP-JPY は勝率 68% って出ましたね。 18.0 ですね。 GDP-JPY はこっちの方がいいですね。ということで、これね、私も手かけたんですよ。大変だから少し休めるようにということでね、平成天皇時代はからね、今のだから私の意見が入ってそういうふうにしたんですよね。交代でね、生きてるんだけど、そのまま平成天皇でねずっといると、やっぱ仕事が大変だしね、私
が1票入ってるんですね。大きく入ってるんですよ。天皇制のね、大変さがあるんで、ね、少し、その天皇家の方でうまくね、やっていただきたいということでね、私の意見が相当多いですよ。私の意見は結構多いですよ。何十パーセントかな、25% はあると思いますよ。決まったのはね、私の意見です、ね、本物貴族の私、本家の浜岩先生の、ね、そういうことで、まね、仕事の方でね、ちゃんとできるようにということで、だって普通サラリーマンだったら定年があったりとかして、ね、のんびりするもんですから、天皇だけまだ定年になってもきつい仕事っていうのはね、ちょっともう60年ですかね、だって今25年でも定年になりますから、60年です、長い仕事ですよ。今でも60年も仕事してるんですよ。私も同じだけど、0歳か。同じだけどね、やっぱりね。貴族の本家だから、長いですけど、ね。長いですけど、同じですけども、天皇と同じですけど、長いですけど、仕事は、職務はね。そういうことですね。少し天皇もバイナルオプションとも少し練習でやってね、遊びじゃダメだから少し仕事で稼いでね、自分の給料ちょっと増やしてね、楽しむなんていうようなこともちょっと進めたいなとは思ってましたけどね。ちょっと体が心配ですね。あと息子頑張ってんだけど体がやられちゃってるからね、大変ですね、まあいいんじゃないのね、そういうのもいいですね。長生きとかいうのってそういう感じでね。あれ死んじゃったのかな、生きてるかな、聞いてないけど、今年死んじゃったの、生きてるよね、ね、今度引き継ぎが変わったからって、ちょっとテレビ見てなかったんです、ごめんなさい ね、そんなことで、でこう調整は私の仕事なんですけど、すみませんね天皇さんね、私の仕事の方に戻ります。で、これいいの出たんですね、これで稼げるんじゃないかと思うんですけどね。まだ戦の練習投資ですね、ライブ投資の戦、あとで1億円ぐらい投資します、ね、1億円だから慌てずにね、これ1000円ずつ2000円ぐらいでも私食っていけるんで、まだ駐車場の費用も21日役所からありがとうございますね、私の自動車の駐車場の家賃収入を送ってくれました、役所からね、どうもありがとうございます。2ヶ月分の僕の生活費になります、本当に助かります。来年の2月までまた延長できるんで、それまで稼げれば大丈夫ですね。そんなことで家賃収入ね、まだ送ってもらってるんで、役所からね、正規の役所から、ね、ちゃんとした役所からで、それもねテレパシーで知ったからね、即その日送金してから1時間以内に気がついて、テレパシーでね、何も連絡してなかったんだけど、12時半頃でチェックしたら送金されてました。
ただ送金した日その日ですね、即テレパシーで、偶然じゃないですよ、気にしたらね。たまそんなことで、でこれ60、これいいですね、このポール通してみましょう。また来たんだね、下の左かね、うん、これで分析してみましょう。これでいいんじゃないかなと思うんだけど、まあだけどありがとう。で昭和天皇と話したので、東京にね、私ちょっと一つ借りようかと、いいねもの借りるなんて言ったら、いいよなんて言ってました。平成天皇か、平成天皇がね、僕の生まれたとこだから、で御苑とかね近くあるんで、よろしくって言ったんですよ、平成天皇にね。テレパシーですよ、そんなことで話してましたけど、ただまだ分かんないです、こっちの方の方に豪邸建てるんで、この稼ぎでね、で1億円ぐらい投資してからね。で先週2週間で 20勝11敗でした、成績が。同じような感じでも、もうちょっと落ちても100億円以上は稼げますからね。これが今の状況ではね、成績では、今2週間しか見てないんですけど、100億円か1兆円ぐらいは稼げますから、昭和天皇よりか給料多いですよ。あ、平成天皇よりか給料多いですよ。ね。まあそんなことで、どうもありがとうございました。半負けの本家の半魔王先生でした。